はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、室伏さんのお話なんですけどもね、悪性リンパ腫、悪性脳リンパ腫がね、報告されてね、まあ、スポーツ関係者さんらもそうですけども、ハンマー投げでね、勇気をもらった僕たちね、国民がね、すごい心配しております。去年のね、秋にね、その悪性脳リンパ腫がね、見つかってですよ。でもまあすでにね、自分のその自身の室伏さん自身のね、骨髄細胞っていうのをね、採取してるみたいなんで、まあ、ゴールデンウィークには、その移植っていうんですか、移植ですよねっていうんですかね、移植をねされるようなんですけども、テレビからね、こう伝わってくる室伏さんの お人柄を思うとですね、まあ、きっとね、まあ、これまでのお仕事もね、普通に見せてたけど、まあ、無理をねされたこともあるんちゃうかなとね思います。このね、悪性脳リンパ腫というのはですね、血液細胞の一つであるね、リンパ球っていうのがあるんですけどね、それがね、腫瘍化したものでですね、通常はね、リンパ球組織がある存在している他の臓器にねできる場合がね多いんですけどもね、脳の中だけにね、この腫瘍っていうのができる場合があるんですよ。まあ、腫瘍がね、できた場所によってですね、症状っていうのはね、すごい異なってくるんですけども、手足のね、麻痺とかね、まあ、言葉が出てこなくなるような、失語症っていうのとかね、脳極拘症状っていうのを、まあ、50% ぐらいはそれが出てですね、その他にもですね、頭痛とかね、その吐き気とか、まあ、吐いてしまうこととかもそうですけどもね、あとはまあ、頭蓋骨の中の圧力がね、こう高くなってしまう症状とかね、精神症状などがあります。そしてね、悪性のリンパ腫っていうのはですね、すごい進行がね、早い腫瘍ですので、症状がね、出始めてからですよ、まあ、どんどんそれがね、悪化していくことが多いんです。悪性リンパ腫、悪性脳リンパ腫じゃなくて悪性リンパ腫はですね、その1年ぐらい前にですね、フジテレビ、元フジテレビのアナウンサーの笠井さんって、ね、いてはるじゃないですか、あの人がなって言いましたけどもね、まあ、ブログでその時のね、壮絶なね、闘病生活をね、綴ってましたけどもね、でも先日ですね、関西でしか放送してないんかな、わからないんですけども、そこまで行っていいんかいっていうね、番組があってね、まあ、それ屋敷隆人さんがね、実害されてたやつで、それの今でもね、魂がずっとね、受け継がれている社会問題っていうのをね、こうバッサバッサ切っていく番組なんですけどもね、それのコメンテーターとしてね、元気な姿でね、出演されちゃいましたので、まあ、すごく元気になられてたので、すごく嬉しかったです。で、そんなね、笠井さんがなった悪性リンパ腫もそうなんですけどね、今回室伏さんのね、悪性脳リンパ腫っていうのもですね、たくさん種類があってですね、リンパ球のね、種類にね、その B 細胞とね、T 細胞っていうのがあるんですけどもね、脳の悪性リンパ球のね、90% がね、微慢性大細胞、B 細胞リンパ球とね、呼ばれるね、B 細胞が腫瘍化したものなんです。まあ、そのね、他の 10% っていうのはね、パーキットリンパ球とかね、あと T 細胞リンパ球もありますけどもね、脳悪性リンパ球のね、発生頻度っていうのはね、10万人に 0.38 人とね、まあ、室伏さんがね、どのね種類になったのかはね、公表されてないので、まあまあわからないです。そしてまあ、これからね、室伏さん治療が行われると思うんですけどもね、室伏さんは自分の骨髄細胞をもう採取して、それを移植するという方法なのでね、移植こっちか移植するという方法なので、自我移植という方法になるはずです。で、悪性リンパ腫っていうのはですね、化学療法がね、よく効くことが多いためにですね、手術にね、全摘出するってことはね、一般的ではねありません。でもまあ、そりゃそうですよね。脳なんかね、全摘出できませんからね。で、腫瘍が大きくてね、当該内圧亢進症状がね、ある場合とかではですね、正常脳組織へのね、圧迫っていうのがね、すごい強くて、よりね、早期のね、症状の改善がね、必要な場合っていうのはですね、腫瘍をなるべく多く摘出することもあります。まあ、これまではね、様々なね、化学療法がね、用いられてきましたけどもね、まあ、現在ではね、メソトロキセートをね、中心としたね、化学療法プロトコールっていうのをね、行っています。
ストレキセートっていうのはね、あの抗がん剤のことです。あのプロトコールというのはですね、あの複数のね、あの診療科、あの複数の科あるじゃないですか、内科とか外科とかね、そういうようなところから構成されてるあのキャンサーボードで、妥当性、必要性、安全性などがね、厳しく審査されることのことを言います。キャンサーボードっていうのはですね、あの手術とかね、放射線治療とかっていうのとか、化学療法っていうのとかの、まあ、関わる専門的な知識や技術っていうのをね持ってる先生とかね、またその他の専門医とかね、スタッフさんとかがあって集まって、化学療法にね、ま、あの関わるがん患者さんのね症状とか状態とか、まあ、治療方針とかっていうのをですよ、意見を出し合ったりとかしてね、共有してね、検討してっていう風なところをする会議のことを言います。まあ、化学療法、まあ、抗がん剤に引き継いでですね、あのやる人は放射線治療っていうのをね行うことでね、あの治癒率のね向上をね図っています。これらの治療っていうのはですね、あのリンパ腫の専門であるね、血液内科の協力をね得てね進められます。で、僕もね白血病でね、血液内科に、ね、入院してました。まあ、脳の病気ですからね、脳外科とか脳神経外科でもなんでしょうけどもね、まあ、リンパ腫というのはですね、血液細胞のリンパ球というのがね、がん化する病気なので、まあ、血液疾患になりますのでね、血液内科が必要です。そしてね、室伏さんというのはね、自分の骨髄細胞を使って治療が行われるとされてますので、自家造血幹細胞移植、まあ、自家移植と呼ばれてるやつをされるはずです。自家移植というのはですね、あの患者さん自身のね、あの先ほども言いました骨髄細胞、まあ、ご造血幹細胞なんですけど、それをあらかじめ採取しておいて保存しておいて、あの大量のね化学療法によるね移植全処置っていうのをの後に投与する方法です。で、この自家移植がねいいことにですね、あの免疫反応にね関連したね合併症であるね、あの移植変態縮小病、あの GVHD っていうののリスクがねないのがね利点なんですけどもね、移植変態白血病効果っていうのがね、あの GVL 効果っていうのがあるんですけども、それの期待ができないんです。まあ、僕の場合っていうのは、あの同種造血幹細胞移植、まあ、同種移植っていうのをね、あのやってもらったんです。他の人がもらうことができて やってもらったんですけどもね、この GVHD っていうのもきついし、それなりの GVL 効果を期待して今苦しんでます。で、僕がやったこの同種というのはですね、同じ種類の生物という意味合いでしてね、ドナーさんから提供された造血幹細胞を移植する方法なんです。で、そういった場合もですね、あの大量のね化学療法とかね、全身のね、まあ、やる人はやるんですけど、放射線照射をしてから、ドナーさんから採取したあの造血幹細胞を移植します。で、幹細胞ドナーっていうのはですね、あるんですけどもね、それは患者さんとのね間の白血球の形で HLA のね一致度がね高ければ高いほど良いとされています。 HLA というのはですね、あの例えば赤血球やったら A 型 B 型 O 型 AB 型という型がね、血液型がねあるようにですね、それをがね一致してないと、例えば、流血の時はこれが一致してないとできないわけなんですよ。で、それとね同様にですね、白血球をはじめとするね全身の細胞にはですね、ヒト白血病抗原という HLA という型があってですね、で移植にはですね、患者さんとドナーさんの HLA 型の一致する割合が関係してきます。で、造血幹細胞移植のね、あの HLA 型っていうのはね、 ABCDR という4つの、まあ、これ裏表があるから、裏表みたいなのがあるからね、8個分ぐらいこうあるんですけどもね、それが一致する割合が重要だとされてるんです。で、 HLA 型っていうのはね、両親からあの各座半分ずつねをね、あの遺伝子的に受け継ぐためにですね、他の兄弟、お姉ちゃんとかお兄ちゃん、妹、弟とかの間ではですね、その HLA 型が完全にあったドナーの4分の1の確率で見つかりますけども、わかります？両親っていうのは半分は見つかるんですよ。でも、お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹っていうのは、4分の1が合ってますよっていう状態の、ね、ドナー細胞しか見つからないんですよ。なのでですね、その多くの患者さんっていうのはね、HLA 型が適合する、ね、ドナーをね、家族内にね、持ってないんです。で、またね、非血縁者、血のつながってない人同士はですね、一致するのがね、もう数万分の1ぐらいしかね、確率ないんですよ。なのでね、ドナーさんになってくれる候補の人はですね、HLA 型の合っている確率が高い血縁者、血のつながってるとね、両親とかですよ。だから弟、妹、兄ちゃん、姉ちゃんか。
でからまず探してみて、見つからなかった時には非血縁者、血のつながってない人ね、骨髄バンクとか再対決ドナーとかっていうのがあるんですけどもね、そこから探します。このようにして僕は骨髄バンクからドナーさんを見つけてもらって移植してもらいました。でこの移植をするにあたってですね、まあ、先ほどもちょっと言いましたけどもね、移植全員処置というのがあるんですけども、これがねまたねきついんですよ、ほんまに。でまあ簡単に言えばね、超大量のね抗がん剤をするだけなんですけども、それに伴ってくるその副作用っていうのがね、まあ地獄だったんですよね。でもまあこれはね、移植するためにはね、ほんまに避けて通れないことなんでね、ほんまに仕方ないことなんですけどもね。でもちゃんと言えばですね、移植前処置というのはね、移植の準備のために行うね、その大量化学療法とかね、まあ僕は知ってませんでしたけども、全身へのね、放射線照射をこうやって組み合わせた治療のことでして、大体移植の日から1週間前から行います。そんなね、苦しんでしまうね、移植前処置のね、目的としましてはですね、抗がん剤とかね、放射線治療で、腫瘍細胞、悪い細胞をねできるだけね減少させることが目的なんです。で室伏さんがする自家移植では大量の抗がん剤の治療を行って、同種移植で僕がやった骨髄移植っていうのはですね、その大量の抗がん剤と、まあ、僕はしませんでしたけども全身放射線照射などを組み合わせて行います。なのでね、室伏さんもね大量化学療法をするはずです。で移植の前処置ではね、先ほどもから言ってますけどね、大量のね化学療法とねその放射線照射をしますのでね、すごい副作用が起こります。だからね、一時的なんですけどもね、その白血球の数がねすごいね減ってきてしまって、感染症にかかりやすい状態になるんです。でそれと同時にですね、赤血球血小板っていうのも減少してしまうためですね、貧血とかね出血とかをね予防するためにですね、その都度ね赤血球の輸血、血小板の輸血っていうのを行います。まあ、ほんでね、実際にやるその移植にはですね、まあ、人によってなんですけどもね、口内炎とかね脱毛とか食欲不振とか、まあ、大きい嘔吐でしょ。でほんで下痢などがですね、高頻度で起こってしまってね、肝臓、腎臓、あと心臓ですよ、で肺とかね、あとは中枢神経などもね、重要な臓器に障害が起こることもあります。で怖いことなんですけどもね、まあ、いずれの合併症もね、重症化した場合にはですね、命に関わることだってあります。で自家移植を行うその室伏さんはですね、全処置に関してね、起こる白血球、赤血球、血小板のその白血球の減少とかね、あと粘膜障害とかで血球の減少があるから、貧血とか先ほども言った出血とか感染症でしょ、そのようなね全処置の副作用はありますけどもね、移植に伴うね拒絶反応はありません。でゴールデンウィークぐらいからね、その治療が始まるとすればですね、まあ、始めてから1週間ぐらいはその全処置が行われて、その次の日かその次の日ぐらいに、移植がねされると考えられます。その後の体っていうのはですね、回復に向けての治療とね、ほどなくしてリハビリをねしてね、ですぐに仕事に復帰されるんでしょうけどもね、まあ、あの頃のようにねハンマーを投げれるぐらいの体に戻るかどうか分かりませんけどもね、まあ、池江璃花子さんのようにね年齢も若くてね、オリンピックに向けてのトレーニングっていうのをすればですね、元アスリートやから回復もするんでしょうけども、でもね、その今まで培ってきたこの肉体がありますのでね、回復もねきっとね早いと思います。こんなことをね言ってたらね、人のことより自分のことをね心配しとけってこう言われるかもしれませんけどもね、まあ血液疾患をした人間としてね、気持ちはすごい分かりますんでね、室伏さんにはほんまに早く元気になってもらってね、オリンピック開催にね立ち向かっていてほしいです。ほんまにずっと応援してます。といった感じでね、今日はね歯医者なのでね、病院に来てるんですけども、病院の駐車場なんですけどもね、今日は前回のその2週間前にね歯型を取ったので、それで銀歯を作ってもらってますのでね、きっと今回はその銀歯を入れてもらって終わりっていう風にね返されると思います。でもまたねイレギュラーなことがね起こるかもしれないのでね、またその結果はね明日ね動画で報告させていただきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。